冬焼けで雪の塊にアタックすると車が壊れます。今回壊れました、バンパーで。たかがバンパーって言うかもしれないですけども、あのバンパーのパーツが今ストッパーが外れた状態でグラグラ状態になっている部分、角がちょっと外れていると。でその程度走行にしようはねえだろうって言うんだけども、新雪が雪道路に積もってそれをまあ突進して推進していくときに、このバンパーに雪が当たるんだけども、バンパーがちゃんと止まってれば、なんていうかな、こう車がその雪を押すのがまっすぐ押せるんだけども、右側一箇所がそこがなんていうかな、緩んでると、すると車がそっち側に引っ張られるっていうかな、なんていうかな、雪やぶを越えていると、右バンパーが破損しているとハンドルが常に右側に取られるということが、確かね、だね、そう、左が硬い、右が柔らかい、やばいので右側から曲がっていく感じという症状が起きてるような気もする。
れば、うまく入れば、入った。入った。入ったけど、よし。お、お。うまくいったな。うまくいった。できないので、ここに穴を開け直す。ここが裂けちゃって使えないので、ここに穴を開け直して、この樹脂の